さあ、今後ろに見えておりますのが近畿の選手の皆さんでございます。練習の合間の休憩をされている様子ですね。またこの後何か練習が始まるそうです。ちょっと練習中は声をかけることができないんですけれども、近いところから見させていただいて、いろいろとコミュニケーションを取っている様子も伺います。引き続き、ご覧いただきたいと思います。
重なお話を伺いました。そして実際に練習もこんなことをやってるんだっていうのを初めて身近な形で見せていただいて、とても勉強になりました。もうすぐグランプリということで、近畿勢の活躍応援していきましょう。皆さんありがとうございました。グランプリ楽しもうね。バイバーイ。